ちょっと待ってください。はい、こんにちは、ガタガタミシング佐藤です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、この前、の鯉のね産卵の動画をひとまずご覧ください。そこ産卵してますね。鯉です。まあ、一応あの鯉のね、残りの卵とあとフナの卵を、まあ、2種類なんで、3箇所ぐらいかなで、一応少しだけ持ってきました。はい、こんな感じでとりあえず少しね鯉の卵を少しだけいただいてきました。で、合わせてフナもねちょっと産卵してたんで、フナの卵塊もね少し、だけ持ってきたんで、おそらく、鯉とフナがね両方孵化するんじゃないかと思います。で、それをね、この前紹介したあの愛妻館ですね、近江八幡市にある愛妻館で金魚とかねすくいをやってる、僕の恩師の先生菱田さんのお宅に今日来ました。で、なぜ来たかというと、まあ、うちね水槽がないんでね、どうしようかなと思って、とりあえず菱田さんのねそのスペースを借りてしばらくねこの卵の管理をねお願いしようかなと思って今日来ました。で、これ見るとね、まあ、いくらね天然の魚とはいえね受精してない卵もねやっぱりたくさんあるんで、まあ、だいぶね白く色が変わっちゃってる卵も多いんですけども、まあ、それでも多分、大抵はしっかりねもう発生進んでどんどん進んでる卵もあると思うんで、おそらく孵化する個体が出てくるんじゃないかなと思います。みっともあの悪いから金魚すくいするのにね、おちょっとかっこ悪いからもうこう戻しとこいって言って、みんな死んでるけどね、死んでへんねんけどね、うまいやね、ちょっとかっこ悪いねみんな気にしちゃうから、もう殺さなきゃ簡単に今だから言ってますね、ワイフが言ってもやってます、死んでうんうん、あれ死んでない、生きてるよ、死んでないの生きてる、死んでないか、なんで寝転がってねえやろ、なんで寝転がってるの、死んでない、生きてるの、うん、かわいいけど、寝転がった、ちょっと入りますね、はい、お願いします、飲んでこないよ、よし、すくわないでな、魚弱っちゃうから、よし、なお菓子だけ持ってくるね、はい、でもいい、はい、あ、うん、ここで、はい、お願いします、
うん、今とめちゃくちゃあったです。OK、うん、どこ、あ、卵、うん、ちょっと待って、まあこれでもちょっと絵はね弱いんですけど、まあ基本的に僕もね今までホンモロコとかね川端モロコ、それからまあ中国産の鯉川とかね、デメモロコもそうだし、あとなんだろうね、仏道場とかね、まあいろいろたくさんやってました。で中国の魚だとあの弾頭棒とかね、三角棒、それからバルブルスチネンシスとかね、昔ね施設にいたんでね、たくさんやってました。で あと高麗ハスとかもそうだな、はい、まあそういうね結構ばらまき型のランの場合ね、こうやって産卵床に産ませて、こういうねある程度のコンテナで、ね、水張ってエアをねちょっと強めに回しとくんですね。ただそれをねずっと やりっぱなしで、このエアね強いと最初はねいいんですけども、この孵化した後、孵化稚魚はね、生まれた後にこの強いままだとね魚死んじゃうんで、そこはねもしやる人はね少し、神経質になって、観察しながらエアの量やってきたらいいんですけど、まあ、それが、ね、ちょっと怖いって人は少し弱めでもいいと思います。で、まあ、ここはねたくさんちょっと使ってるんでね、そんなに圧がないんで、いやね、これがまあ最大なんで、まあ、これでいいかなっていうところなんですけども、そんな感じで、とりあえずランがちゃんと孵化するまで、様子を見て管理してもらいたいなと思います。食べていいよ、食べて、ずっとお菓子食べたい餌だな。え、産んだの？産んだ子。あ、これこのままでも次、はい、こっちが卵中、こっちが竜筋、卵中の卵と竜筋、おお、送ってきてもらって、お金払うからちょっと送ってよ、うん、大阪のそのやっぱあの専門学校の子だね。いつ入ってきたん？入ってきたの？何月？いや、先月？あ、そんなもん産んじゃうの？うん、すごいね、この大きさで送ってきてもらったで、おお、うん、で、その子、だから金魚さ、得意やから、うん、あの結構品評が出そうになって、そう、そういうのやで、こっちの竜金の親は？これ？これこっち、これね、へぇ、すごいね、調味料、これはいはいはい、調味も送ってきてるんですよね、うん、で一応一匹品やったんやけどね、うん、これも海産のやつ、うん、送ってきてるんで、あんまり高いのあかんよ、高いのあかんよ、そうか、だから産むぐらいのね、ちょうど今産むぐらいの、うん、サイズになったやつでいいよね、その大きいの高いだからね、これとこれはそうかそうかすごいな。だからもうね、やれるの分かってるからさ、うん、金魚いろんな種類いるやんか、うん、やろうと増やせられんけど手が回らないから、そりゃそうだね、うん、そんな時に鯉を持ってきたってごめんなさい僕はいいけど神様だよねそれから今日はですね、実はちょっとお土産でね、このトアミをいくつかもらいました。で、そうですね、まあ、あんまり やる機会っていうのがあれなんですが、もうね本当に大きな目合いのトアミなので、まあ、僕が普段ね使ってるトアミは、なかなか鯉とかね、ハクレン、草魚、あの辺りが入るとねすぐ穴開いちゃうんでちょっと怖かったんですが、これだったらね、遠慮なくできるんで、ちょっとね機会あれば鯉もね捕まえてみたいと思います。ね、ということでね、まあいろいろガサガサフィッシングではそのフィールドのねガサガサ以外にもね、こうやってちょっと魚に関わるこのアクアリウムのね飼育の部分まで、なかなかね今家に水槽ないんでね、その動画って作れないんですけども、こうやってちょこちょこね機会があればいろいろみんなにねもう協力してもらいながら、いろんな面で、紹介できたらと思います。で今日ちょっとねホンモロコの産卵の場のね確認とかも行ってきたんですけども、まあ、そこで鯉がねたくさん産卵してました。で船もやってました。でそこのねランもいいなと思ったんだけど、まあ、たくさん持ってきちゃうとね今回のこっちのとね、混ざっちゃったりしてね、もう わけが分からなくなったら困るんで、とりあえず今回は持ってこなかったんですが、本当に
今産卵シーズンに突入しました、うん、はい、というわけでこれから、まあ、しばらくね、もし孵化したことが分かれば、まあ、コイ科の魚なんでそんなに難しい、ね、飼育ではないんで、割と手軽にできるものではないかなと思います。まあ、ただね、そうは言っても、うん、日々の管理っていうのはね、さすがに怠るわけにいかないんで、まあ、大変っちゃ大変なんですけど、やっぱりアクアリウムのね、飼育に慣れてる人にとっては、コイ科の魚は割と簡単なんじゃないかなと思います。ということで、このね、コイの、卵シリーズもね、これから、定期的にね、紹介できたらなと思うんで、ぜひ、楽しみにしててください。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。またこれからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。